三義士の一人として、韓国で検証される白、佐友の墓白佐友は、日本統治下の朝鮮の独立運動家、テロリスト、無政府主義者。1933年、三名と共に、有吉公子暗殺事件を起こして失敗し、逮捕されて、無期懲役を宣告され、服役中に獄死した。郷は、カモメ派。 全羅北道部安軍の貧しい農家の子として生まれ、ユーで育った。勤勉で、漢学などを習得し、19歳の時に、刑場に出た。1919年に発生した3.1独立、運動を目撃し、その時配られた独立宣言文のビラを持って、帰郷して、抗日運動に参加した。1923年に、僕列らが結成した。 無政府主義団体、黒東海に入り活動。1924年8月に無政府主義の最初の労働組合である東京労働組合に加入。昭和天皇の暗殺を狙って東京に潜入。その一環として、早川水力発電所の建設現場破壊を計画したが失敗し、北京に帰還した。1925年に上海に行き、 無政府主義者連盟に朝鮮代表として出席し、中国の民運動に参加した。1929年には東京の留学生学友会の暴力事件で投獄されたが、1931年に上海に渡った。1932年には自由革命家連盟を組織し、これを BTP と解消し、 天津の日本領事館や兵営などに爆弾を投げる、などの計画をしていた。1933年、テイ・ハナガンらと共に、上海解放連盟を結成。3月17日、白は、元心、ショート、リアスシ君の3人で、中中公氏有吉明を暗殺するため、上海の63帝という日本料理店に、用事に100名が招かれた宴会を狙って、 高校公園で爆弾や拳銃を隠し持って講師が出てくるのを待ち伏せしていたが、事前に仲間が密告していて失敗。逆に日本兵に逮捕された。その後、日本本土に送還されて反乱罪で起訴され、11月に長崎裁判所で白と、元は無期懲役、李は懲役15年の刑を宣告された。白は熊本刑務所に移されたが、 そこで服役中の1936年に極死した。元と、李は別々の刑務所で1945年まで12年間服役して、8月15日の終戦の後に釈放された。事件には、複数の同志が関わったが、韓国では極死した白、貞友だけが、独立運動家の一人として、義主と検証されており、白を検証する。 旧橋路佐田一式年間があって、墓地は近急らと同様に高政公園にある。ただし、朝鮮半島の南北分断後は、無政府主義運動が左派の活動であったので、他の独立活動家に比べて注目されてこなかった。ありがとうございます。